はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。それでは今回もガシャ引いていきたいと思います。ただこのガシャは引きません。七夕記念ガシャ来ておりますが、まあ、お得な感じなんでしょうけど、11連1回目40ダイヤってことで、でおまけもね結構いろいろついておりますけど、ただ魅力的には感じないというかね。アーチャーアリオス、これにエース必殺が追加されたんですよね。ただね、やっぱりもう星5、時代は最新の星5機体ということで、今更ねこの辺を取ったところで、まあ強い機体、このバウとかこの辺は強い、 あとこのビギナギナ、これは良さげっていう話は聞いているんですが、あとこれか、ハジロボシとか、まあ大体持ってる感じですね。これはなんだ、ボトムズ、スコープドッグか。あとこいつか、白ゴリラもいるんだね。なるほど、そうか、 MA も紛れているのか。まあ40ダイヤだから、まあ安くはあるんだけど、星5が入ってないのでやっぱりもう躊躇して、連携機体 5%、 ディジェ、ギラ動画、トーラス、なるほどね。僕連携機体は配布のやつしか持ってない、連携ガシャ引いてない。それを考えるといいかもしれないな。40ダイヤチャレンジやってみようかな。いやー、今日はね、本当はこのチケットガシャで、この水星の魔女引いていこうかと思っていたんですが、ちょっと待ってよ、連携機体が入っているのか。まあ古い連携機体ね、最初に登場した連携機体ですけども、どうしようかな、運試しで引いてみるか。引く予定なかったんやけどね、収録に入るまでは。どうしようかな。ちょっと待って、3回目 MA チャージダウン54434343がある。そうなんだ、七夕、まあさすがですね。そんなかなって思っていたんですけど、ちょっと引きたくなりました。アーチャーリオスはもう今更なんじゃないかな、どうですかね。おまけがいいですね。はい、40、80、40、160か。ここで使う？とりあえず40だけにしといた方がいいかな。悩んでおります。今、ダイヤがね、790まで溜まっているので、ね、ちょっと引いてしまいそうなんですけども。こっちは、まあこっちは大丈夫。はい。で、連携機体。水星の魔女。まあダイヤ80は、初手ダイヤ80は引けないですね。やっぱり初手ダイヤ40だからこそちょっと引いてしまいそうな、感じで。どうしようかな。だから、バウ。そして、ビギナギナ。ハジロボシ。スコープドッグ。シロゴリラ。どうしようかな。あと、これか。なんだっけ。スローネ、ドライ。4体選べるのか。なるほどね。でもよく見るのは、ハジロボシ。
かな。スコープドッグはデミトレーナー、チュチュ専用機。あー、水星の魔女か。どうなんだ。あー、トラップ持ってるの。なるほど。もはやゴリラはいらないか。ゴリラはもはやいらないか。あ、ジロボシ。スローネ。どうしようかな。あ、百式持ってなかった。まあまあまあ、でもまあでも。あ、ジロボシ。まあ、あえての白ゴリラでもええか。白ゴリラにするか。まあでも、あ、ジロボシ。いや、悩むね。あ、ジロボシかな。うん。はい。ということで、急遽変更しまして、七夕記念ガシャ10連チャレンジやっていきたいと思います。引きが良ければちょっと追いガシャするかもしれない。 MA チャージダウン3にしたい。はい、では行きます。40ダイヤね、七夕記念だしね。まあ七夕終わったけど、7周年ね、もうすぐ7周年ということでね、7周年の、7周年だっけ、七夕だっけ、なんかログインボーナスが始まりましたよね。7日なんだ。ダイヤはないですが、ダイヤは入ってなかったですが、僕が運営さんだったら、七夕からそのガンダムウォーズ7周年当日まで毎日ダイヤ7配布で、当日にダイヤ77配布、これをしますね。僕ならしてもいいと思います。してくれ、頼む。はい、ということでいきましょう。11連一発狙い撃つぜ。連携機体欲しい。連携、おー、来たー。金色来ました。ということはこれはピックアップ、アーチャーアリオ、あ、でも僕アーチャーアリオス持ってるんだ。持ってるんですよ。まあでもあれか、エース見てねえな。まあいいか。やべ、ガンダムウォーズの引きがやばいです。まあ無料ガシャね、メダルガシャはそうでもでしたが、ダイヤ使うガシャがやばいね。では行きましょう。何が来るんでしょう。おー、来たー。ゴールド僕何回目、2回目3回目あんまり経験ない。さあ、10、お、今のはなんだ。お、最後が赤かった。途中なんか、あれ、途中なんか変な色、え、途中なんか来てませんでした。あれ、最後だけだっけ。なんか色が赤じゃない、なんかが通り過ぎたように見えたんだけど。おー、これが連携機体か。やったぜ。トーラスサンクキングダム仕様。あ、こいつなんかすごいね。攻撃バフをかけてくれる。最初見た時そんな記憶があって、トーラスが一番当たりなんじゃねって思った時代があったんですが、だよね。ビーム攻撃強化、ビーム攻撃ブーストチェーンだよね。やった、一番当たりじゃない、あの3機体だったら。やりました、トーラスサンクキングダム仕様ゲットでございます。よかった、連携機体取れた。初めてガシャさん連携機体、初めてでございます。なるほど、シルエットあんな感じなんだ。全く引いたことなかったから知らなかった。まあでも今福くん使ってないからな、福くんにこのトーラス乗せたいと思っていたんですよね、ちょっと。はい、ってことで最後、あれ、ビギナギナかな、もしかして。あー、提供割合どんな感じになったか見てなかった。
最後あれビギナギナな気がします。うん、多分ビギナギナ、もはやもはや使えない強制スリープ。どう、あ違った、恥じる星だ、よっと、しかもアップグレード星6でくれるの、ありがとうございます。まあ万能設計図めっちゃあるけど、やったぜ。恥じる星はちょいちょい見かけるので、うん、武装破壊でしたっけね。やったぜ恥じる星、一応鉄血のオルフェンズ G やっているので、はい、ありがとうございます。恥じる星ね、最後どうしようかなって、スローネにしようか、百式にしようか、白ゴリラにしようかって悩んで、恥じる星ゲットでございます。ありがとうございます。お、そしておまけも豪華。おっと、これは引いていくか七夕七夕引いていくべきか、いやどうしようかな、ちょっとどうしよう。お、エース必殺も、うわーすごい、ちょっと楽しいなやっぱりガシャは楽しくないとね。ということでちょっと対象機体を変更して、あ、ゴリラもじゃあアップグレードするんだ、星6にできるんだ。あ待って、シドがいる、シドいるやん、こいついるやん。あ、これはどうしようかな、ビギナギナもはやってことでシドにしようかな。 MA がいきなりアップグレードするのめちゃめちゃ美味しいですよね。これでいくか、 MA はアップグレードしないとかないよね、ないよね。よっしゃ、いやこれは楽しいガシャだ久しぶりに楽しいガシャだこれは。はい、では行きます。はい、ダイヤ80使っていきます。33連引きます。はい、ではまさかのまさかの展開です。チケットで終わる予定が。では22連目、引きはいいぞ、めちゃめちゃいいぞ、狙い、あ待って、定期割合、ちょっと待って、定期割合見せて、どんな感じ。あ、さっき見たか、一応5の16、あ16はすごい来るね。あーなるほど、あバウじゃなくてリバウか、リバウ兵長、リバウ兵長来てくれ。では行きます、22連目、狙い撃つぜ。さあ星オーバー、さあどうでしょう、たくさん来てくれ、 16%。 あーそうでもない、そうでもないか、あー1体だけ、あれはあれはデミトレーナーかな、デミトレーナーな気がするが、なんか丸っこかった。まあでもすり抜けで他のっていう可能性もある。でも赤かったよね。じゃあデミトレーナーか。他なんかいたっけ？リバウ兵長じゃない気がする。多分デミトレーナーじゃない？ほらーデミトレーナーチューチュー。チューチュー専用機ゲットでございます。アップグレードありがとうございます。いやー MA アップグレードさせたいなー。MA アップグレード、まあでもいいやね。デミトレーナーゲットすることができました。トラップ持ってるしね。はい、まあもう入れる余地はあんまりないんだけども、はい、やったぜ。うおーすごい、いやいいね七夕。うん、それではそれでは、はい、おリポイントもたまったぞ、まあ、リポイントはまたでいいか。はい、だからね、11連3回目も40ダイヤってことで、でデミトレーナーゲットしたので、じゃあビギナギナに戻していきましょう。ありがとうございますね。これだけダイヤが溜まってないとちょっともう引けないガシャですからね。はい、だからこそ引いております。そしておまけね、 MA チャージダウン
3がもらえるので、どこやね。はい、行きましょう。ではラスト33連目たくさんお願いします。あんまり来てないもっと来てもいい。 16% なら 21% なら行きましょう。狙い撃つぜ。さあ MA ゴリラ来い。シドでもいい。 MA アップグレードさせてくれ。どうだどうだ。途中、おあれはビギナギナ、あれこそビギナギナ。おゴリラじゃねゴリラ2回来てね。ゴリラ2回は来なくていいよ。くっそ一つ指導であってほしかった。いやでもいい引きですね。はい、やった。ビギナギナか、まあいいや。うん、ビギナギナでしょう。リバウ、おお、ビギナギナね。はい、ビギナギナ2、木星決戦仕様ゲットでございます。ありがとうございます。まあどこかで使えるとは思うので、はい、やったぜ。そしてゴリラ確認。ゴリラ、あれは絶対ゴリラ足がなんかなかったもんね。さあどうだ。さあ次か。はい、ゴリラ、エレゴレラゲットすることができました。こう見るとちっちゃいね。なんかアリーナで戦ってるとめっちゃでっかく感じるんだけど、はい、ずーっと嫌だった出た当時めちゃめちゃ嫌だった白ゴリラ。ようやくゲットでございます。星6状態、嬉しい。え、超越もつく、超越もつくんだったらなおさら嬉しい。はい、そしてやった、超越ありがとう。そして同じ、あ、でも超越もう一個もらえる。おー、そういうことか。じゃあいいや。はい、ありがとうございます。おー、めっちゃもらえた。やった。まあエレゴレラに MA チャージダウンは使わないとは思うけど、はい、いや楽しいガシャでした使えるかどうかは置いといて、こいつらが今アリーナで使えるかどうかは置いといてね。うん、まあトーラスは誰かにセットできるので、はい。でなんだっけ他は、あ、ハジロボシと、デミトレーナーね。まあどれもなんかグランドアリーナやらないと使えない感じに見えるんだけども、最近グランドアリーナやってないので、はい、まあどこかのタイミングで、ね、復帰しようかなとは思っておりますが、はい、うおー、たくさんもらえた。はい、ありがとうございました。でリポイントもね、マックスになりました。そしてダイヤは今500はまだあるよね。630よ、よし大丈夫。はいということで、はい、急遽ガシャ内容を変更してお送りいたしました。非常に楽しいガシャでした。はい、やっぱりガシャはね楽しくないとってことで、はい、今回はこれで終わりたいと思います。いかがでしたでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオン。